本一艦は、中華民国、中華人民共和国の政治家、政治学者、ジャーナリスト。日本に留学し、明治大学政治家で学ぶ。1916年に帰国し、明日金法の編集となる。翌1917年、小師賞に招聘され、公院日報で論説委員となった。1918年からは、毎週評論の編集を担当し、合わせて、 国立北京大学教授となる。1919年、雑誌、新青年において、陳独衆らと共に、林番性編集者の一人となった。1925年、教育会講理リ次会に参加し、現代評論の論説委員となった。同年、中国国民党に加入したが、翌年には、中国共産党に転じている。1927年、武漢に赴き、 国立部署中山大学政治学教授となる。同年に上海クーデターが起きると共産党を離党し、その後、私立北平中国大学政治系主任、私立上海中国工学社会科学院院長を歴任した。1931年2月、国民政府において観察院観察院に任せられた。1935年4月から観察院小学区、観察し、 1940年8月から観察院、関連青区観察士と歴任している。1946年11月、政権国民大会代表に当選し、翌年4月、両職部小学区自留守家で特同団主任委員に任せられた。中華人民共和国建国後は大陸に泊まり、中国民主同盟中央委員に選出され、 また、南京大学法学院委員長兼政治系主任も務めた。1959年、中国人民政治協商会議第3期全国委員会委員に選出され、続く第4期も連続選出された。1968年、死去、去年85、著書に、欧州政治思想史、政法学公用、中国内閣制度の遠隔、中国漁師制度の遠隔などがある。 ありがとうございます。